それではステージを始めてまいりましょう。メインステージ、最初は大阪府警察音楽隊の皆さんの演奏です。よろしくお願いします。ビートルズのオブラディオブラダをお送りしました。改めまして皆さんおはようございます。大阪府警察音楽隊です。私たち警察音楽隊は全員が交番やパトカーでの勤務など皆さんの身近なところで活動していた警察官の隊員で編成されています。警察音楽隊に在任している間は安全安心まちづくりを目指し府民の皆さんと警察を結ぶ音の架け橋として大阪府下各地において演奏を通じた警察広報活動メロディーパトロールを行っています。それではわずかな時間ではございますが警察官らしい力強い演奏演技をどうぞお楽しみください。指揮は音楽隊学長中川誠です。次はシンガーソングライター中島みゆきの糸をお送りします。知人の結婚式のために作ったと言われているこの曲は1992年アルバム収録曲として発表されました。その後ドラマや CM で使われたりさまざまなアーティストにカバーされたりと今でも多くの人に愛されている名曲です。優しさと雄大さを兼ね備えたメロディーを今日は吹奏楽の音色でお楽しみください。それではお送りします。糸です。
中島みゆきの糸をお送りしました。次は大阪関西万博オフィシャルテーマソングのこの星の続きをお送りします。来年いよいよ大阪関西万博が開催されます。この曲は大人から子供まで、またあらゆる世界の人々が口ずさめるようにと小袋が作詞作曲しました。万博が開催されるまでの期待感と明るい未来が描かれているこの曲に乗せて、フレッシュインズが躍動感あふれる演技を披露しますので、どうぞお楽しみください。それではお送りします。この星の続きを。この星の続きをお送りしました。さて今日の演奏も次で最後となりました。最後は1970年代を中心に活躍した5人兄弟アイドルグループフィンガー5の名曲から、学園生活をテーマとした3曲をメドレーでお送りします。どの曲も世代を超えて人気がありますが、中でも学園天国は TikTok 動画で使用されるなど、今も若者たちから多くの支持を得ています。ハイトーンボイスの歌声を吹奏楽ではどのように演奏するか注目しながらお楽しみください。それではお送りします。フィンガー5コレクションです。
学警察音楽隊の演奏演技を終わらせていただきます。大阪府警察では YouTube や Instagram を利用して警察広報を発信しておりますので、興味のある方はぜひ一度ご覧ください。私たちはこれからも府民の皆さんが安心して暮らせる安全な街大阪を目指してメロディーパトロールを続けてまいります。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。大阪府警察音楽隊の皆さんの演奏でお楽しみいただきました。この後は大阪市消防局の皆さんによる消防落語でお楽しみいただきますが、これからコーンをステージの前まで移動いたします。ステージ前に